忘れちまったが俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ。雨上がる、最高ですね。さっきまで雨降ってたんですよ。ねえ、梅雨もう終わったかなみたいな言ってて、じゃあ今日急に雨ただ雨上がりました。今日もゲスト呼んでちょっと都内プチツーリングしようかなと思って、とんでもないバイクを手に入れた後輩見つけました。ご紹介しましょう、この方です、どうぞ。どうもでーす、ソウルプロさん、超いいねチャラ生まれ、やった、ありがとうございます。いいですね、これかチャラ生まれって。いや、さっきまでポツポツ降ってましたけども、あ、晴らせました。チャラ生まれですよ、ありがとうございます。中途半端ですね、チャラちょっと地面ってこっからですよ、こっから、だって本当中止かって今日言ってましたから。そうだよね、まあ、午前中雨降ってましたもんね。慎吾くん2回目の登場です、よろしくお願いします。ありがとうございます、だいぶご無沙汰ですね。そうだね、はい、で、あっちゃんがシンガポールに行ったぐらいの時じゃないかな、そんな話してますよね、行っちゃったぐらい、行っちゃったっつって。どうしたんすか、全然声かけてくれないじゃないですか。今日たまに会ってたじゃん、この間番組で、本当中京テレビで会ったから、この話がまとまったもののそれはさ、俺もずっと気にかけてるよ。え、で、慎吾の動画もずっと見ててさ、ありがとうございます。新しいバイク手に入れたんですよ。そうなんですよ、これですよ。あ、いいですか、いきなりです。うわ、チャラ男の2代目バイク、かっこいいね、川崎 KZ650、 はいはい、うん、通称ザッパーというバイクでございまして、650とはいえね、うん、走りめちゃめちゃいいですよ。あ、そう、もう僕大型まだ取ったばっかりなんですけど。らしいね、はい、今年の4月に大型取りまして、うん、教習所買った、買いました、ヘルメットだけはずっとサタビルダーズステッカー貼ったやつを。あ、そうなの、あれ貼ってると無敵なんですよみんな恐れおののくでしょ、みんな教官の皆さんとか、ああ、サタビルダーズサタさんの意を狩る古文でございましたから。はあ、はい、ちょっと前言ってたよ、コバさんが。あ、なんて。そうだな、ハンバーグ師匠のとこもちょっとでかくしてサタビルダーズと構想だなって言ってたいいっすねなんで、なんで構想しなきゃいけないんですか。そうなったらごめんなさい、俺ジュンさんにこう行かないといけなくなっちゃうんで、本当に。でも俺もコバさんも結局、はい、いや勝てる気がしない向こうの戦闘力半端ないだろ、そのとこ今すごいですからね、怖いですけども、うん、ちょっと説明してください、これ、はい、650でこれでも、うん、アメリカ製のものでして、うん、あ、そうなの、逆輸入車なんですよ。で、いつもお世話になってる横にいて、うん、横にんとこ、横にのコーストラインが、うん、コンテナで輸入したものを、うん、今回譲ってもらったんですけど、西海岸にあったバイクらしいんですけど、あ、そう、全然サビとかなくて、本当だね、タンクもサビやらなくてもいいぐらいもう綺麗だったですし、エンジンも調子いいですし、まだほとんどこれノーマルなんですけど、このシート、いつもお世話になってます、川口シートさん、はい、もうおなじみのこれかっこいいよね、この川崎でちゃんと入ってるしさ、ゴールドのこの中抜きで作っていただいて、うん、川口、まあ、ちょいちょいこう3段みたいな感じでね、どうしても3段にしたいの、はい、やっぱあんこは抜きたいんですよ、ここね、で僕足も短いんで、うん、ここやっぱあんこ抜きすると足つきが良くなるんで、うん、まあ、これと、うん、でこのつい最近なんですけど、うん、マフラーをですね、これ変えました。これもうね、集合感なんですけど、普通になってんだね。そう、もともとは2本出しなんですよ、うん、向こうとこっちから出てるやつを集合に変えてるんだ。そうです、これしかもちょっとどこのメーカーか分かんないですけど、もう一台横にが、うん、アメリカのザッパーをこう入れた時についてた、うん、アメリカのメガホンマフラーですね、で音いいですよ、はい、ちょっと音聞かせてもらっていい、音いいっすか、うん、これ待って、いいんですか、ホリプロさんのこの前で、結構さっきから見たことある偉い人が通ってるんですけども大丈夫ですか。本来はここ社長の車とか止まってるとこなんだけど目の前なんで、いない隙にやってんのよ。大丈夫ですか。大丈夫、はい、それは。じゃあじゃあちょっと、うん、すいません、失礼して。ちょっと待って、ああなのよ、太いね、音、いい音なんすよ、やっぱアメリカって感じの音するんですよ、はい。いい匂いするわ、うわ、うるさい、もううるさい、ちょっと
とさっきから窓からねご覧になってる人結構いるんですよ、うん、こっちもホリプロさんですよね。こっちもホリプロ、はい、で、まあ本当それ以外は、うん、まだ今ほぼほぼノーマルの状態でなんか変えてくの？ちょっと次はあのハンドルと、うんうん、でウィンカーがまあちょっとこれ大きめなんでウィンカーもいいじゃんこれ。ウィンカーこれはこれでいいんですけどちょっとやっぱ僕どうしてもぶっ込みのタクとかそっち系が好きなので、うん、ちょっとヨーロピアンのちっちゃいウィンカーにしてもうちょっとキュッとして、うん、ハンドル絞ろうかなという。そうだね、偉い人来ちゃうから偉い人通ってるから。西尾さんお願いします。やばい汗吹き出してきちゃった。西尾さん、西尾ホリプロのかなり偉い人、はい、僕でも何かとよくしていただいてるんでホリプロの人間でもないのに割りかしよくしていただいてまして。よそのタレントさんでも、はい、惚れ込んだらね仕事振ってくれるタイプ。いやそうなんですよ、かなり仕事いろいろいただいて。そうでしょ、はい。まあもうやっぱなんつってもフォルムがかっこいいですね。かっこいいね、やっぱ川崎感あるな、やっぱ650でちょっとやっぱり Z2 とか Z1 に比べると、うん、一回り小さいかな、小ぶりなんですけど、うん、まあちょうど僕の体にはいいかなっていう感じで。はい、4本はどうした？4本もありますよ、持ってますよ。4本はさ、動画で見たけどさ、はい、ノーマルに戻してた。はい、ちょっと一回ものすごい改造したんですよ、うん、3段シートこれつけてで風防ここにつけてやったんですけど、うん、はい、走ってたら怖くなっちゃって。そうでしょ、一人で走ってると怖くなっちゃって。俺あれ見てる時から思ってたんだけど、はい、あれやらされてなかった？いやいや、あれ自分でやったんですけど。いや決して別に総長にねやらされたわけじゃないですよ。カスタムハラスメントではないんですけど、カスハラでしょ。ちょっと怖くなっちゃった。俺には早かったなっていう、まあ、エンジンとかはもうほんとフルノーマルでタイヤも新しいものにして、キャブはちょっと変えたいなと思ってるんですよね。わかりました。でも僕も大型取れたんでちょっと後でよかったら一瞬全然いいよ、またがらせてもらってもいいですか？うん、僕はハーレーって乗ったことないですよ人生に。あでもハーレーとか似合うよ多分。結構好き、うん、何でも似合うじゃん。シングってやっぱシュッとしてるもんね。ちょっと一回またがってみたいさ。だって俺さもう、ね、なんで俺より知り合いがいいの？いややっぱなんで俺より先に会釈するの？独立してるんでやっぱいろんなところにこうちゃんとご挨拶しとかないと。生き抜いてるな、はい、見た？え？ミュージックで。あ、見ました。あ、この間ありがとうございます。むちゃくちゃかっこよくなかった。俺マジスター歩いてきたかと思ったもん。気持ちよかったっすね。あんなのできないよ、はい、カメラに向かってこうやってやってたからね。こうやってやってたからね。こうやって歌いながらこうやってやってたからね。昼間はブランチやって、はい、そう夜かっこいい同じ人かなって。ブランチの時むくんでたよか。ちょっと調子悪かった。夜の緊張感もあって。いや夜の緊張感、夜の緊張感あって、はい、で大きい画面にさ、はい、あっちゃん映っててさ、はい、あなんかシンガポールからかな、バーって開いたらさ出てきた本人こうやって、はい、あんなでかい箱からさ。あそこはサプライズだったんです。あっちゃんはだから出るの出ないのみたいなところからの、そうだった、実は帰国してた。だから今回この来日したのがあっちゃんとよしきさんだけ。もうさ、よしきさんクラスです今あっちゃん。今や来日ってさ、はい、いや来日ですよ、だって今あっち住んでるんですから。まあそうだけどさ、はい、まあそんな話はいいよ。その話を聞きたいわけじゃないんだ。行きましょうよ。じゅんさん前、うん、あ思い出してきた。何？昔の撮影。何が？やたら撮影をなんかいたずれに伸ばそうとする。俺思い出してきた。あの江ノ島行った時も最後の方俺ちょっと申し訳ないですけど軽切れしてましたもん。まだ回すんすかって。うまっそ。あと2人で。いやー、まあいいえ、うまウィーネー。最終的にアホほど受けて帰ってた。ネタを聞いてもらいたかったっていうのがありますね。まあもちろんそう、手拍子で本当に聞こえなくなっちゃう。そう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 、その時も思ったもん。あっちゃんかっこいいって。いいんですよ、もう帰りませんか。まだ話したいよ。いやもう何時今？はい、何時？いやもう6時っすもん。こんな YouTube 撮ったの初めてです。ロケが投げ。おしゃべりしてくださるからあれですけども。いいじゃないんだよ。もう帰りますわ俺。いいじゃん。大好きですそういうところ。いろいろと。本当に。ほらオープニング長えなって思われてますよもうずっと。
リーが、おギャラリーも増えてきたじゃん。いやギャラリーじゃないですよ、もうお偉いさんばっかりなんですよ。やらしてもらってます。やばい、西尾さんの顔が曇ってきてるからちょっと怖いっすよ。え、ほらもうカメラマンさんが言ってる。せっかくさ入ったことある。いやいい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 、そらご案内しましょうか。ダメですダメです、それはもう俺が行くのもおかしいから、ね、なんで。え、ちょっと行こう。ないたずらに伸ばそうとしてません。だから来なよ純さん。いやいや、バイクでツーリング行くっつってんの、なんで。よっしゃ出発しましょう、行ってきます。いやー純さんいいっすね。でも太陽出てない方が暑くなくていいっすね。これで炎天下だったらさ、はい、34、5度行ってたらもうやばかったよ。いやもう走れないっすよ今、うん、これがチャラオバレ、一番楽しいやつ、チャラオバレ行っちゃいましょう。タイム最高だなさあ目黒駅出発です今日はもう下道だけですもんね。そうだね、今日は下道で。はい、これでもやっぱハーレー後ろから見るとかっこいいですね。この高い位置にハンドルあって足開いて横並んじゃう。なんか下道でレインボーブリッジ渡るのデビュー当時思い出しますわバイク乗っててまだ車とかもないから高速とか首都高なんか乗れなかったから、お台場まで、あの僕ビッグスクーター乗ってたんで。何乗ってたの。マジェスティス。ああ、マジェスティね。それでよく行ってましたよ。俺はさ、もっとマジェスティを買う金すらなかったからさ。はいはい、あのホンダのフリーウェイ。あー、でもあれ最強ですよね都内。うん、小回りはすごい効く。あれで俺もレインボーブリッジの下道よく通ってた。はいはい、ネタ見せしに。あれ早いから結構で、小沢さんを後ろに乗っけてさ。あー、僕もあっちゃん乗せてましたよく。うん、あれこんなところにこんなかっこいいタワーマンションありました。ちょっと前にできたね。へー、白金に東京してますね。なんか東京の名所今度回りに行く。あー、浅草寺とか。浅草寺もいいし、スカイツリー行ったりとか。スカイツリーも行ってもいいし。まあ、いいっすね確かに都内。うん、美味しいご飯屋さん巡ってとか、ラーメンめがけていくとかいいね。この辺は白金ですから、これ芸能人もよく出没する場所ですね。そうだね、ここ左行ったら恵比寿だし、右行ったら三田だしね。はい、この辺で昔キャリーパムパムにも会いましたね。いや、タクシーの運転手か。はい、この辺はもうちょっと行くと、あの極楽友の山本さん住んでますね言うなえ、ダメなんですか言っちゃ。山さんだけだよいいのは、あのビルね。そうです、いや言うな名前まで言うな、うん、後ろ東京タワーね。あ、本当だ、東京タワー後ろ。いや、こんなになんか本当でも都内バイクで走ったの意外と初めてかもしれないです。あ、ちょっと海の香りがしてきません。本当まだしないよ。するか。いやもうここに俺足立さんと住んでたよ。え、ここ住居あるんすか。今建て替わっちゃったけど。ああ、へえ、ていうかそれ一番言っちゃダメでしょ。いや、もう建て替わってるしいいだろ。でもなんか最近の足立さんまたやたら色気ありません。いやー、もう綺麗だよ。あの役者さんとしてもなんかすごいこうまた新たな一面あるし、なんかすごい、多分僕同い年ぐらいですよね。40じゃないかな、僕今年40なんで。ああ、じゃあ同じぐらいかな。はい、なんかめちゃくちゃセクシーだなーって感じますね。来ましたよ。あ、来た。あら、気持ちいいぞ。さあ、レインボーブリッジ突入。ああ、ちょっと気持ちよくなってきた。いいね。いやー、なんかほんと久しぶりです、この下から行くの。そうだね、高速乗っちゃうからな。あのぐるぐる回転がいいっすよね、レインボーブリッジの、うん、あー気持ちいい。ふぅー、フジテレビー。
ごいよな本当に。気持ちいいですよ、じゅんさん。いや、最高だよ、はい、このチャラ男バレ、いわゆるドン天が最高だよ。これチャラ男バレですね。ここをさ、小沢さんと二血してさ、はい、小沢さんが後ろなのよ。はいはい、すごいんだよ。安心してんのかなんかわかんないけど、二血してる時にさ、はい、ちょっと寝るのよ、はい、相当信頼感あるんですね、きっと。だから俺、左腕をこう後ろにして、あいつ抱えながらこうやって走ってた。いや、優しい、支えてあげてた。オンプじゃないですか。怖いよね。なんかバイクでお台場くんの、本当大学生の彼女とのデートぶりですよ。彼女とバイクでお台場来た。はい、大学生の時僕 TW 乗ってたんですよ。うん、そんでデートはもう大体このレインボーブリッジ2人乗りで。じゃあ TW 乗って、それからマジェスティ乗ったの。そうです。で、そこからしばらく乗ってなかったの。そうです。で、4フォア乗って、うん、で、今もう1台ザッパー乗ってます。そうなんだね。いやー、いい、ちょうどいい、暑くなくて。あ、こんにちは。あー、すごい、みんな手振ってくれてる、嬉しい。ありがとうございます。俺こんなとこ初めて来ましたよ。ここがなんかまだ綺麗で、こうずっとまっすぐ行って、はい、そうするとゲートブリッジが左にザーッと見えてくるのよ。そうなんだ、ゲートブリッジこれ繋がってんすね、すごい。いい音、はい、響くね。いい音、いい、めちゃくちゃいいよ。やっぱフルフェイスじゃないから目にゴミが入ってくる。お、ゲートブリッジですかこれ。左ゲートブリッジ左、すげえ。あ、飛行機も近い。お、なんかいいっすねこの辺。いいよね、ちょい通にはいいかもしれない。かっこいいなゲートブリッジ、すごいっすねあれ。うん、バイクで渡るの初めてかもしれない。あ、いいね。はい、ういうわー、ゲートブリッジすげー。さあ、まもなくゲートブリッジ突入、はい、ゲートブリッジ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 ね。わあ、葛西臨海公園の観覧車も見える、スカイツリーも見える。もうちょっとまっすぐ行って右の方面に行くと、はい、ディズニーランドも見えるよ。あ、見えますか。うん、すげえ。この道好きだからしょっちゅう来るよ。気持ちいい。いいね、涼しいぐらいじゃん。ほんとっすね。うん、最高だな、気持ちいい。ゲートブリッジ、トップガン見ました。トップガン見た、最高ですね。むちゃくちゃ良かったね。ちょっと忍者買おうかなって思ってます。あの忍者欲しくなるよ。はい、だってあの忍者
前の映画と一緒でしょ。そうです、当時門の旧車です。うわこっちもいいな。うわ抜け気持ちいい。あっちに海ホタルがあって、あありますね、アクアラインがずっとあるから羽田空港も見えそう。さあゲートブリッジ再び走って、もうちょっと我々はこのまま走りますんで、はい、シンゲちゃんもうちょっと行こうか。はい、気持ちいい。コラボになってるんで、シンゴの方の動画も皆さんぜひありがとうございます、見てください。またねー、またねー。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅ、チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。